小橋優里9月28日隊は、北海道日高町出身の元自転車プロロードレーサー、ボートレーサー訓練生である。北海道猿郡日高町の海沿いに位置する富川に生まれ、小学4年生で自転車競技を始める。ロードレース、マウンテンバイク、シクロクロスなど幅広い自転車競技で活躍を見せ、中学卒業を機に北海道を離れ、愛媛県立松山工業高等学校に入学。高校入学後は歴代初となる高校1年生でインターハイ個人、ロードレース優勝や高校2年生ながらアマチュアレースの登竜門と呼ばれるジャパンカップオープン男子のクラスで優勝するなどの活躍を見せた。高校卒業後は単身フランスに渡り、アマチュア名門チーム UC ナント・アトランティークに所属。2014年には膝の故障により1年を棒に振る形になるが、翌年2015年にレース復帰。同年2015年に開催された世界選手権自転車競技大会ロードレース23歳。以下部門では日本人最高位となる45位でフィニッシュした。2017年にロードレーサーを引退。今後はボートレーサー養成所に入所して競艇選手への転向を目指すこととなった。ボートレーサー養成所にはスポーツ推薦で入所している。第42回四国高等学校自転車競技大会個人。ロードレース優勝第15回ジュニア全日本選手権、ロードレース U17 3位、平成22年度全国高等学校、総合体育大会自転車競技大会ロードレース2010ジャパンカップ、サイクルロードレースオープン男子17位2010、ツールド、沖縄ジュニア国際2位2011八幡浜、インターナショナルクロス、カントリーレースジュニア面優勝 2011MTB、アジア選手権中国、蘇州ザコジュニア5位、トロフオカールスバーグ2011総合52位2011、ジャパンカップ、サイクルロードレースオープン男子優勝2011、ツールド、沖縄ジュニア国際優勝ジュニアアジアンサイクリング、チャンピオンジップスマラナ2012位、平成23年度全国高等学校、選抜自転車競技大会ロードレース優勝2012、メモリアルアントニオ・コロラグユーリア9位2012 UCI ロードワールドチャンピオンシップスジュニア面48位2012ツールド沖縄ジュニア国際優勝2013ツアーデコルスサイクリストインターナショナルエタップ -13 位2013ネーションズカップ8クーペでネーションズビルソゲネエタップ -29 位2015ボルタサイクリスタバレンシアエタッパ -46 位2015UCI ロードワールドチャンピオンシップス U23 45位、ザ36セジアン、サイクリングチャンピオンシップス U23 ロードレース12位。ありがとうございます。